マジシャンのゼロカガラです。最近 YouTube の方で、カナダのお友達のマジシャンが、たくさん動画を上げているんですが、そのマジシャンにあのマジックを教えたのは私です。多分ね、彼の動画を見たことある人も、たくさんいてると思うんですけど、彼の名はアツシオノ。フレンチドロップに来てたのがね、もうずいぶん前なのでもう、忘れましたけど、こちらに来た時にもう、その時マジックの技術もそうですけど、考え方とかちょっとズバ抜けてましたね。もうあの当時からフレンチドロップにいてたマジシャンというか、まあは影響を受けたのではないかと思うんですけど、でその当時に、彼を見てマジックを始めたっていう、まあ、若者たちがですね、今もうプロマジシャンでやってる人もいてます。それぐらい、まあ、影響力が当時からあったという。アツシオノが、YouTube に上げている思い出のマジックっていう、タイトルで、上げている回があるんですが、それまた下に貼っときます、リンクを。でそれが、これですね、ストレンジスティックで、当時はジャンピングダイヤっていう名前で僕らは浸透してたんですけど、今は商品の名前で言うとストレンジスティックっていう、まあ、商品の名前になってますね。と彼がその会をアップした時に、電話でちょっと話したんですよ。で実はあのマジック僕から教えてもらったっていう話を電話で聞いて、僕はねあんまり記憶にないんですよね。で話聞いてるとなんとなくなんか教えたかもなみたいな感じだったんですけど、全然ちょっと記憶になくて、あの当時はね、まあプリンスドロップ終わるのは夜中なので、よくご飯をね行ってたんですよ。あの近くにねトルコライス美味しいお店があったんで、でそのトルコライス美味しかったよねっていう話を電話でしてたらね、それはね覚えてないんですよ。ちょっとひどいくないですか。トルコライスですよ。あの思い出のトルコ、フレンチドロップ入ってきた時にすぐなんか営業に行くみたいな話になって、ただネタがないっていう話になったんですね。でなんかネタないって僕に言ってきて、でこれいいんじゃないのっていうので、なんか僕が教えたみたいな感じみたいです。でまあ結構ねいい手品なんですけど、彼も言ってるんですけど、動画向きじゃないんですね、このマジックって。やっぱり話しながらお客さんとコミュニケーションを取りながら進めていく手品なので、ちょっと無言でするのはあんまり面白くないんですが、よかったら僕でゼロカガラバージョンのストレンジスティック、ジャンピングダイヤ見てください。
まあ結構普通な感じです。はい、まあ最後のねオチは違いますけど、まあ、僕の場合はまあ、指輪、まあ、ちょっと300万の指輪が落ちてしまいました、ね、それではバイバイ。